今日はですね、自然体のブランディングに避けて通れない自分を知ることという、テーマでお届けしたいと思います。ナチュラルブランディングっていう名前なので、私たちは、自然体のままで、売れるっていうところをテーマにですね、ブランディングの仕方をお伝えさせていただいてるっていうのが本筋にはあるんですが、なんですかね、自然体って、ブランディングっていうところでいくと、何か、いろんなサービスだったりとか、売りたい商品だったりとかっていうものを、いろんな角度から、側面から、考えて、どういう、それに価値があるかっていうのを、整えていくっていうことはやっていくんですが、その中の一つとしては、やっぱり、市場から見て、どういう価値があるかとか、お客さんの方から見て、どういうニーズがあるかとか、そこに応えているものかどうかとかですね、受けがいいかとかですね、そういうところも考えていくっていうのは当然もちろんやっていくし、めちゃくちゃ大事なところなんですね。で、ただですね、個人でビジネスをしているっていうところをまた前提に考えたときに、私たちの場合は、自然体のまで自分自身がそのサービスや商品を提供していくっていうことを考えると、それよりも手前の段階で、まずですね、自分自身のサービスが、どういうらしさを持っているかとかっていうのを、大事に、一番まず初めに捉えていくっていうことがすごく大事になってきます。で、この個人でやっているからこそですね、この提供しているサービスとか商品そのものが、自分自身とすごく密接につながっている関係にあるので、だからこそですね、商品サービスのことも、そうなのを考えていくんですけど、そこと密接につながっている、それを生み出している、提供している自分自身っていうところのについても、焦点を当ててですね、なぜこれを自分が、提供していくのかとか、それはなぜなのかとかですね、っていうところをすごく大事に、しっかり自分に自覚をしてやっていくっていうことが、とても大事に、ブランディングをしていく上でも大事になってくるわけですね。で、そういう意味でですね、三種分析とかって言ったりしますが、その中での自社分析ですね、自分をまず知るっていうところを、っていうところが、まず最初になければ、自然体でブランディングしていくっていうところについてはですね、始まらないっていうことが言えるっていう感じです。で、なので、ここは本当にですね、いろんな角度で捉えていくっていうことはどこも大事なんですけど、まず一番最初に、自分がどうしていきたいと思っているのかとか、それはなぜなのかとか、なぜ自分っていうものを、俯瞰して、客観的に自分自身で捉えて知っているっていう状態であるっていうことが、本当に大事になってきます。で、ここがですね、違えてくると、ちょっとずれてたりとかですね、絡まってたりとかっていうまま、突き進んでいくんですね。やっぱりどこかで自分の気持ちだったりとか、やっていく中での違和感みたいなものだったりとか、なんかしんどいみたいなところだったりとかっていうのが、精神的にやっぱり出てくるっていうのはすごく大きいんですよね。っていうのが、まず自分でビジネスをしていくっていうところの、自分にまずフォーカスしていくっていう大事さっていうところがつながってきます。で、あとはですね、必ずしも、例えば今ご覧いただいている方の中でも、これからビジネス自分でやっていこうかなみたいなところを考えられている方だったりとか、まだですね、会社員としてお勤めになられている方とか、もういらっしゃるかなと思います。で、企業で勤めていたり、雇われている方であったり、私ももちろん今会社員なんですけど、彩りブランディング社の社員っていう立場でやっています。で、あってもですね、フリーランスでもあっても、会社員として勤めながら副業するとかでもですね、
何をするにも、やっぱり自分自身が、何をしたいから、だから今、これを、いろんな選択肢がある中で自分が選んでやっているんだっていうことを、自分で自覚しているっていう状態であることっていうのが、っていうのもすごく大事なことなんですね。で、そういうですね、自分のこう起業に限らず、フリーランスになるとかっていうことに、独立するとかっていうことに限らず、どこの場所にいたとしてもですね、自分の人生を主体的に自分で選んで、作っていくとか、選び取っていくっていうあり方をしていきたいと思っている人であれば、やっぱりその上でですね、自分のことを分かっている、客観的に知っているっていう状態であるということがすごく大事なことになってきます。で、ここはですね、なので、自然であるブランディングっていうこと以上に、自分のことを知るっていうことができてくると、すごくですね、仕事の効率とかスピードアップとかっていうことにもつながってくるんですね。なんか、いろんな邪念とかも消えていったりとかするので、行動をこう邪魔したり、引き止めたりする自分の心が働かなくなったりとか、っていうことにもつながっていきますし、それって、人とのコミュニケーションの円滑になったりとか、っていうことにもつながっていきますし、で、そういうまあ仕事面だけじゃなくて、自分が自分を幸せにするための選択をちゃんと選んでいけるっていうことにもなっていくので、本当にですね、こう、ブランディングとか、起業するとかっていうことに限らず、自分の人生全体を包括して、豊かにしていくっていう上でも、ここは土台になる、本当に欠かせないところだなっていうふうに、思っています。ので、そういうですね、土台を、こう、自分で自分のことを知るっていうところを、こう、やっていくっていうのは、ぜひですね、どの立場にあっても、もし主体的に生きていきたいと思っている方であれば、ぜひですね、今日のお話もヒントになるんじゃないかなと思うので、捉えていただきたいなと思います。はい。で、ここはですね、外せない、一番やっぱり大事なところだなというふうに思っています。自分の価値観を知るっていうところですね。で自分自身が、どういう価値観を持っている人なんだっていうのを、客観的にやっぱりここも捉えていく、知っているっていうことがすごく大事です。で、ここって改めて、日常生活で普通に生活している中で自分の価値観ってどうなんだろうみたいなことを、なんか時間とって考えるみたいなことってあんまりないじゃないですか。で、っていう方はですね、そんなことあんま考えたことないみたいな方は、ぜひ考えてみてください。言葉に改めてしてみていただくと、すごくですね、ここを自分が、自身が見えてきたりとか、だからこういう選択をしてるとか、ここから先何かを選んでいくとか迷っている時に決めていくっていう時には、ここが自覚できているっていう状態であるというのがすごく大事なので、ぜひですね、捉えていっていただきたいなと思っております。で、何をこうヒントに受けてもいいかっていうところで言うと、そうですね、いろいろあるんですが、過去に、今までの、お仕事だったりとか、キャリアだったりとか、そういう大きなことじゃなくても、日常の些細なことであってですね、いろんな選択肢もある中で、例えば、キロに、したかったときに自分が選び取ってきたものですね、ここまでの中で。で、選び取ってきたものが、なぜそれを自分は、ああいう選択肢があった中でそれを選んだのかとか、それって何がしたかったんだとか、っていうことを改めて振り返ってみるみたいなところですね。っていう中に、自分の価値観みたいなものが見えてくるっていう場合もすごく多くあるなと思います。で一人の人間なのでいろんな選択肢の中で岐路に立つ時に選択をしていくっていうことをや続けてきてるわけですが、なので
もう点でバラバラっていうことではなく、それらって結構こう一貫してつながっていたりとか、無意識のうちに自分が大事にしている譲れないものが、自覚はしてないけど実はあったりとかですね、っていうこともたくさんあります。なのでそこが何なのかっていうのを言葉にして自分で捉えておくっていうこともすごく、大事です。ですね、なのでそういうところが自分が何を大事にしている人間なのかっていうのをが明らかになってくるっていう感じですね。であとは今の自分に対して、すごく大きな影響を受けたなって思うことの出来事ですね。そういうことも、からも、今の自分がどういう価値観を持っているのかっていうことにもつながってくるかなと思います。今までの過去を振り返ってみて、すごく強く印象に残っていることだったりとか、強いこう自分に影響を与えた経験だったりとか、そういうものから、その出来事ですね。出来事が何だったかっていうこと。かつそこのその出来事から自分がどういうことをその時感じて、何を価値観として獲得していったか、その時からどういうことを自分が、大事にしてこういうことなんだなっていうのを持ってきたかっていうのも改めて言葉にして自覚していくっていうことをしてみていただくと、よりクリアに見えてくるんじゃないかなと思います。では2つ目です。そうですね、人によって、ポイントがちょっと違ってくるかなと思うので、皆さん自身はどうこうかなっていうのとか思いながら2つ目は、自分の今の大した価値観を知るとかっていう違和感に目を向けるみたいなこともそうなんですけど、それを捉える方法として、2つ目ですね、思考と感情と自分の体の感覚っていうものを、見ていく、観察するっていうことです。でここはですね、私の事例でいうこと、ここって人によってですね、どこを優位に日々の中で捉えていく生きがちかっていうのって人によって結構違うなっていうところを感じていて、私はですね、思考と感情と感覚みたいなところで言うと、思考型の人間なんですね。頭で考えるっていうことがすごく大きい分を占めてる人だったんです。で、これが自分の中で何があったのかなっていうのをいろいろあるんですけど、それこそ中学生ぐらいの時ですかね、もう10年でもない学生時代の頃に、知ったもので、自分の未来を決めていくにあたって、何に、フォーカスして集中していけばいいかみたいなものの考え方っていうところでいくと、自分自身を一つの車に1台の車に例えて車の進行方向ですね、向かう先が未来で、後ろが、過去ですね。で、車って4つタイヤがあるっていう中で、前の前輪2つですね、2つの前輪が、この、手前にある行動と思考である。で、後ろのタイヤ2つが感情と生理反応っていうふうに、位置づけられるんだっていう解説をしているものがあります。で、これってどういうことかというと、要は、車、自分という車を進行方向未来に対して進めていくときに、自分がハンドルを握ってコントロールができる、動くハンドルを動かして動くのは前輪2つなわけですね。だから、自分のコントロールができるものはこの行動と思考であるっていう。で、後ろのタイヤ2輪の感情と生理反応は自分のコントロールの範疇にないもの、コントロールしようと思ってもできないものっていうことですね。っていうのを解説しているものがあります。で、3つ目です。他者との比較の中で自分を捉えるっていうことですね。ちょっと想像してみてください。
この世にですね、生まれ落ちて自分しかいない、他に人は誰も人もいないっていう、どこから生まれ落ちるんだっていうことなんですけど、それを置いといて、誰もいないっていうことですね、一人で生きてるっていう時に、っていう状況だとですね、自分っていう概念は生まれないんですね。で、自分っていうものを捉えるっていうことは、もうその時点ですでに、他者とは違うものっていう自分を持ってる、そういう意味の自分を持ってるっていうわけですね。なので、自分じゃないもの、他者があっての自分っていう自己っていう概念を出てくるっていうところなので、そもそも自分を知るっていうふうに、自分って、自分ってみたいなことばっかり考えてても、捉えられるっていうことには行き着かない。ね、常にいつも、比較の中で、自分を捉えていくっていうこと、自分を気づいていくっていうことですね。っていうところもすごく大切だと思います。特にブランディングっていうところでいくと、ブランディングって識別性、あと違いっていうところが際立たせていくっていうことになるんですね。で、そこにスポットライトを当てて、フォーカスして際立たせていくっていうところになったときは、やっぱり他と何が違うのかっていうことが明確にあるっていうことなんですね。そこで、自分自身、自分に対してフォーカスするときも、他と比べて私はこういう特徴がある、こういうらしさがあるっていうのを、知っていくっていう視点がすごく大事になっています。なので、ミニチュアブランディングでもお伝えしているみたいに、比較の中で比較するっていうことはすごく大事だけど、それがなんかあっちがいいことこっちが悪いとか、いい悪いとかですね、優越、優れてる劣ってるとか、っていうなんかっていうことをつけるではなく、ただただどういう違いがあるのかっていうのの中で、自分はこういう特徴があるっていうふうに捉えていくっていうのが